江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ミニニュース、これの動画の1個前にもミニニュースございますんで、もしよろしければご覧ください。渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュース、早速ですね行ってみたいと思います。今日はてんこ盛りでございます。はい、ジャンボリー掃除班長の総理大臣ということでね、ですね、こちらはですね渓谷の首相ですね、便器を掃除してでトイレを点検して、ジャンボリーの会場でもトイレを掃除してで、コンサートの会場でも事前にチェックし真っ先にしたのはトイレということでね、こちら掃除班長になってしまいましたよ。はい、渓谷の首相ハンドクスですね。はい、こんな感じでね、これは挨拶をしている時の写真なんですけども、でこれ下の方をちょっと見ていきましょうか。首相は状況が1日1日改善するのは確認したがなかなか満足できなくて心が重かったと。で、各国青少年たちは初めて、最初の頃より良くなったと、まさに明るく笑って首相の おじさんである首相と写真を撮りたいと先に近づいてきたと伝えたということでね。今日ですね、昨日か首相がですね、こぼれ話みたいなことをこう2つ3つぐらい言ったんですよ。首相が自らですね、こちら各国の大使館に電話して、今回こういう件で申し訳ないと、いうことでですね、電話をかけて、で、その時のですね、各国の大使のリアクションを、今回、発表してるんですけども、その他の話題として、こちら出ておりました。はい。要はジャンボリーの会場でですね、いろんな人に実際問題ですね、こう海外の、隊員たちと話して、どっか不都合なとこはないですか、不満なことはないですかと、言って回ったんで顔が売れてるんですよね。それでだんだん、多少なりとも改善してきたので、だんだん隊員たちが笑顔になってきたと。で、しまいにはですね、写真一緒に撮りましょうって、隊員たちが近づいてきたっていう話なんですね。はい、またトイレを点検し、運営要員の食堂に行ったところ、多国籍の若者の何百人かが芸能人にするように生まれて初めて励ましの握手喝采をもらって震えたということでね。はい、芸能人扱いされたらしいよ。それとともに、あの個人ではなく渓谷人と渓谷政府に送る拍手、私たちの心を知ってくれる拍手だったと思うと付け加えたということでね。いや違うと思うよ、渓谷政府に対する拍手じゃなくて、便器掃除した慰労の拍手だと思うんだけど、はい。首相は隊員たちの安全を最優先に取る一方、セマングムジャンボリーが有終の美を収めることができるよう現場チームと歩きながらセマングム、清掃班長ジャンボリー消防士などのニックネームを得たということでね、首相ね。はい、こんな感じですね、ちょっとチヤホヤされちゃったらしいですよ。でその写真がこちらでございます。こんな感じ。はい、これはあれかな、隊員というよりかは運営するボランティアのスタッフの方かな。はい、ちょっとねぎこちない笑顔ですけど。でこっちの記事はね、渓谷の総理イギリス大使の大使代理がですね、こう言ってたよと、渓谷の善意問題解決能力に驚いたっていう風にイギリス大使の代理が言ってたっていう、そんな話はどうでもいいんですけど、この写真だけね、ちょっと気になりました。そりゃね、政治、国会とかでですね、やんや言われるぐらいだったら、若い人たちと交流してた方が、それは楽しいわな、って思いましたけどね。皆さんはどう思いましたでしょうか。はい、じゃあ次行きたいと思います。
ジャンボリー台風の準備ができてたんですよ実は。何を言ってんだこいつらはと。ジャンボリー会場に台風の準備実はできてたのに、なんであの撤収しちゃったのかと言ってるんですね。ほう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 、どうだった、どういうことだと。ジャンボリー組織委員会が台風に備えて確保していた避難所はほとんど非常避難に適切ではなかったことが分かりました。組織委員会がジャンボリー大会前に設けた台風に備えた避難所342箇所のうち、キャンプ場から10キロ以内に位置する避難所はわずか3箇所、20キロ離れた避難所も30箇所しかないことが確認されましたと。当初組織委員会は30分以内に避難所に移動できる最大人数を全体参加者の 10% にも満たない3600人余りに設定したとされていましたと。30分で3600人、はい。また100キロ離れた関州のある免事務所、まあ、役所ですね、と地下駐車場が避難所に指定されていたり、住所を間違って表記した避難所も発見されましたと。救護所の面積は1人当たり 0.78 坪と計画され、救護所の収容面積をかろうじて合わせた水準でしたと。基準に合わせ、ギリギリ合わせたということですね。さあこれに先立って、組織委員会と全羅北道は大会前の台風対策計画と関連して、避難所300箇所余りとバスを確保し迅速な避難が可能だと発表しました。しかし今月8日の早期退営の際、3万6000人余りが全員キャンプを抜け出すまでに12時間以上かかりましたよと。はい、地下駐車場、あ、台風から、あ、地下駐車場台風やばかったかもしれないね、逆にね。あ、そうだね、とんでもない悲願だったかもしれない。はい、じゃあですね、次行きたいと思います。こちら、与党と民主党全北幹部にジャンボリー、あ、これはですね、あのよくありがちなですね、こうズブズブなお話でございます。ちょっと見ていきましょう。共に民主党幹部が代表を務めている会社に世界スカウトジャンボリー組織委員会がジャンボリーの仕事を集中させたと国民の力が明らかにした。与党によると全羅北道全州市所在の A 社はジャンボリー組織委員会と2021年9月から今年6月まで溶液契約8件を締結したと。いや、もう典型的な話ですね。そう、溶液金額は23億5900万ウォンで、まあいろいろありますよと。2億5000万ぐらいですか。はい、じゃあ何、これどういう人なのと。ところがこの企業は代表が現在民主党全羅北道の、全州オツ、地域委員会職の、まあ役職についてると。野党関係者は契約主体はジャンボリー組織委員会だが、地域業者を選定することは派遣に出てきた全羅北道公務員が大部分を主管したとして、自分たちと近い業者に仕事を集中させようと影響力を入れた利権カルテルの状況があると指摘したということで、しかも A 企業は2016年設立当時資本金が1億ウォンである上1000万だね、2021年基準でも職員もたった3人の小規模会社だと。おお、どうせあれだろう、奥さんと子供だろう。与党関係者は全羅北道が地域小規模企業に世界的行事広報と運営を任せ大会派遣を招いたのではないかと話したということですよ。まああといろいろありますけれども、でまあね、一方的な話なんで、これはやっぱりちょっと相手の話も聞かなきゃいけないかなと。でこの A 社のですね、経営者の B さん、このね役職についてた民主党の B さんはじゃあなんて言ってるのか、これはねやっぱり聞かないと公平じゃないから。はい、で B 氏は13日中央日報との通話で、民主党職能委員長の席が空席だったので私が名前だけ載せて関連行事や会議には全く参加しなかったと。ああ、まあそれはいいや。
大会期間は猛暑の中で職員たちがいちいち氷を買って隊員に配り、水が抜けない時は何とか解決しようと努力したと釈明した。関係ねえよそれとこれとは関係ありませんから。うん、はい、というね、なんかちょっと釈明の中身が全然違うんですけれども、いやね、このズブズブの件に対して釈明してくださいよという話。はい、ということでですね、じゃあですね、次はまあ小ネタまだミニニュースあるんですけども、一旦ここでね切らせていただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。